ハロウィーン。10月31日はハロウィン。というわけでハロウィンパーティーの準備をするよー。霊夢ハロウィンって何するんだ？地味猛猟となり百鬼夜行をして近所の人からお菓子を強奪するのよ。思ってたんと違う。キャッポイカリンです。どうしたその格好は？息子キくんが近所の子供を呼んでみんなでハロウィンパーティーを開きたいんだって。というわけで、カリンは魔女の宅急便の魔法使い機になるよー。なんでええ機なのよー。キキはコスプレの準備が簡単なんだよ。確かにいい黒いワンピースも靴もあるな。髪の毛と瞳は黒色だから日本人はコスプレしやすいぞ。それで今頭のでかいリボンを作ってるんだな。100均のフェルトをカチューシャにボンドでつけたら完成。ものすごいでかいリボンね。どうも皆さん、カリンの頭です。それじゃあ、あとはキキのカバンだな。これは適当なカバンに100均のフェルトを巻きつけるだけ。ボンドでつけただけだから壊れやすいよ。さあリアルカリン登場。どうも、お久しぶり。カリンの足だよ。靴は妹に借りた。どいてくれー。黒いワンピースは冠婚葬祭で使うやつでもいいね。犬の毛がつくわよー。黒は案外汚れが目立つのよねー。そして魔女といえばほうき。これも家にあったものだから0円。犬がほうきで撫でて欲しそうにしているぞ。アピールしてるな。可愛いところあるじゃん、アゼルバイジャン。これこれー。そういえば、カリンの今現在の髪型やばくない？引きこもりだからね、仕方ないね。ここから注意。ぼさぼさ頭の妖怪が出てくるよ。準備はいいかな？ 3、2、1。いや、前髪がめっちゃ伸びたんだよね。テレビから出てくる妖怪だ。このまま画面から出ちゃおうか。いやー、ホラーじゃん。早く美容院に行ってくるのぜー。行ってきまー。クローゼットトリマーじゃねえんだわ。なんということでしょう。あのボサボサ頭が、匠の力で生まれ変わりました。キノコの山に、美容師さんからはあのちゃんヘアにしちゃいましたって言われたよ。目指してるのは魔女宅のキキだよね。リボンつければ大体キキになるから、ほらね。でかいリボンに気を取られる。顔はね、これからメイクするぞ。顔出ししたら登録者減るんじゃない？パーティのクス玉を作る間にみんな心の準備しときな。カリンの顔を見たい人はグッドボタン。見たくないよ、二次元のままがいいよという方はそっとブラウザバックするのぜ。バビ肉おばさん登場まであと40秒。ちゃんとクス玉の説明もしてほしいのぜ。ハロウィンのクス玉は新聞紙に糊をつけて貼り付けるだけ。一層貼ったら乾かす。貼ったら乾かすを繰り返すと強度が増すわよ。今回は小学生10人が来るから新聞は5層にするわ。最後にオレンジ色が用紙を貼り付ければ。ほらハロウィーン。空気を抜くのぜ。これで中身はどうするんだ？バルーンを抜いたところにお菓子を。ああ、何も見なかった。お菓子を詰めるのよ。割った時お菓子が落ちてくるのかー。たまげたなー。ダマだけに。よし、覚悟はいいか？キキイメージしてメイクしてみたよ。どこらへんが？眉毛。いやもう見えへんがな。おお、飛んでる飛んでるー。引きこもりなんでジャンプも大変なんですわー。でもエフェクトつけたらいい感じにごまかせたのぜ。眩しいから場所変えてみた。撮影場所はカリン家の庭。あ、これジャンプするとせっかく作ったリボンが映らんくなるじゃん。撮影慣れてないわね。バレたか。ただこのジャンプした写真だけを集めると飛んだようになるんじゃないかな。それではどうぞ。私は魔法使いのキキ。黒猫のジジは残飯を漁っています。それはジジじゃなくてただの野良猫。ジジじゃなくて犬を紹介するよ。保護犬の赤丸くんおいでー。赤丸氏と初のツーショット。和んでいるところ悪いんだけど、そろそろ百鬼夜行が来るから戦闘準備して。妖怪大戦争でもするのかよ。いやほんまに小学生のパワーはやばいからな。覚悟してねー。おーい、小学生も準備手伝ってくれー。まずはくす玉の仕上げ。まだお菓子が入っていることは内緒なのぜ。息子っちくんもお着替え完了。靴はクロックスかよ。まずはじめの出し物はスーパーボールすくい。これ屋台でやるとめっちゃお金かかって子供は泣きを見るんだけど、カリン家では何回でもトライできるわよー。うん、僕はそれ完全に破れちゃってるな。他の人もいるから一人10個までねー。大渋滞してるからこっちでスライム屋さん開くよー。お手伝いのリンちゃんだよー。作り方ハムヒ、こっちのスライム作りのショート動画を見てねー。はい、魔法の水。これを入れると、硬くなるね。実際の運転に。にぎやかだな。誰がマンドレイク引っこ抜いたやつ。あ、チョコレート作ったんだね。うんこ作った。うんこ作った。うんこ作った。このロープ
すぎるだろう。ああ、もうめちゃくちゃだよ。こちらは机で遊ぶコーナー。そして犬は、閉じ込めているけど、小学生が煽りに来よる。これには犬もうなっちゃうね。トマト嫌いだけど、これまた美味しい。トマト嫌いだけど塗ってくれるの偉いな。はい、料理チャンネルだからちびっことピザ作るわよ。なんでピザなんだ？いや、最近の子は食物アレルギーあるから。小麦粉と乳製品が使えてよかったわね。おお、上手に型抜きしたな。200度のオーブンで8分焼いていく。それじゃあ、みんなで作ったハロウィンピザかーんで。一人一枚焼いたわね。低学年の子の方が熱心に作ってたね。見て。あつ、あ、落ちた。ドンマイ。みんなそれぞれ個性的なピザを作ってるのぜ。大人はちゃんとマッシュルーム乗せてるわ。マヨネーズはマヨドレという卵不使用のものを置いておきました。こちらです。子供たちはマヨネーズが好きで、キュウリが全部なくなっちゃったよ。これだけなん？さあ、ピナーレと行こうじゃないか。くす玉割りじゃさあ、割るのは誰かな、ね、息子っち選手頑張ってるのぜ。一人5回、順番で叩くんだぞ。くす玉は危ないぞ。危なくない。はいはい、離れなさいよ。親戚っつうって。みんなにはご賞でちょうだいね。お兄ちゃん。お菓子落ちない。中に入ったままだ。お菓子の争奪戦が始まった。百鬼夜行じゃー。こうして初めてのハロウィンパーティーは楽しく幕を閉じたのであった。こういうおかしなことができるのもみんなの応援のおかげです。みんな見てくれてありがとうな。果たしてかりんのコスプレに需要があるのか疑問。好きだったら需要があればまたできるよ。ないない。はい、今日も大満足ということで、次回はどんな料理を作るの？金曜日はショート動画で、水曜日はポケモン実況再開するのぜ。予定は変更する場合があります。リクエストはコメントでぜひ教えてね。みんなチャンネル登録して待っててくれよな。それではここまでのご視聴、ありがとうございました。Thank you.